キングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回はテプラプロマークを使用したインテリアに馴染む植物用ラベルの作り方を紹介したいと思います。本日のゲストはテプラ開発チームの岸田さんです。岸田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。岸田さん、こちら今いくつか用意していただいてますけれども、植物のラベルということで、植物はとても人気の高い趣味なので自宅に置いている方も多いと思うんですが、はい、今回はそのラベルが簡単に作れるようになったんですよね。はい、そうなんです。今回はテプラを使った植物用のネームプレートの作り方やインテリアに馴染むテープの選び方をご紹介します。はい、またマーク対応アプリハローの機能を活用した植物の記録管理方法もご紹介したいと思います。わかりました。それでは早速紹介していきます。植物のラベリングといえばネームプレートですよね。うん、今回マーク対応アプリハローにもネームプレート作成にぴったりなテンプレートを追加しました。インテリアに馴染むシンプルなテンプレートだけでなく、アクセントになるようなデザインのテンプレートもご用意しています。インテリアの雰囲気に合わせてテンプレートを選んでみてください。こちらがそのテンプレートになるんですけれども、テプラで印刷したみたいじゃないようなおしゃれなデザインだったんですよね。こういうテンプレートがすぐ印刷できるようにアプリ内にいくつか用意されているってことですね。はい、その通りです。はい、わかりました。また植物用のラベルにぴったりな絵文字を追加しました。うん、文字だけでなく絵文字を使うと直感的で分かりやすいラベルになるので、ぜひ活用してみてください。岸田さん、アプリの機能を活用して植物の記録や管理も行いやすくなるということなんですけれども、具体的にはどういった方法なんでしょうか。はい、まずは QR コード付きのラベルを活用することです。うん、例えば植物の育て方が掲載されたウェブサイトの URL を QR コードにしてネームプレートに貼り付けておくとすぐに確認できて便利です。また専用アプリやクラウド上で植物の成長記録を残している方は、そのサイトの URL を QR コードにしておくとスムーズに記録できます。なるほど。今そういうクラウド上で記録を残せるようなサービスって普通に公開されてるんですね。はい。じゃあそれを例えばこんな感じでラベルに QR コード貼っておいて、管理するサービスの URL を貼り付けておけば、そのサイトにアクセスできるんで、すぐ経過観察みたいなものを確認できるというところなんですね。はい、わかりました。あとはタイムラベルを活用することです。タイムラベルとは、印刷したラベルに日時や曜日を紐付け、スマートフォンのプッシュ通知でお知らせをしてくれる機能なのですが、ついつい忘れがちな水やりや肥料を与えるタイミングなどを設定しておくと忘れる心配もなく安心です。例えば2種類の植物のラベルを作って、片方を毎週1回土曜日に水やりをします、でもう1個は週に2回水やりをしますみたいな設定をタイムラベル上にしておけば、その時間曜日になったら通知がアプリ上から来るので、はい、どっちの植物がどっちだったっけっていうのがなくなるってことですね。はい、なるほど。それは便利ですよね。使用環境や目的に合ったテープを使うことで、植物のある暮らしがより快適に楽しめます。うん、今回は植物のラベリングにぴったりなテープを2種類紹介したいと思います。まずはマットラベルです。マットラベルは鉛筆やボールペンで直接ラベルに書き込みができるので、種をまいた日や発芽日などをラベルにメモするだけで成長記録が簡単に残せます。うん、次に屋外に強いラベルです。外に置いておくと、せっかく作ったラベルの文字が紫外線で薄くなってしまうことがありますが、屋外に強いラベルなら紫外線に強くしっかり貼れる強粘着なので、屋外に置く植物にぴったりです。はい、というわけでテプラプロマークを使用したインテリアに馴染む植物用ラベルの作り方を紹介してきました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。岸田さんもありがとうございました。ありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。